はい、皆様、こんばんは。セブンポーカーです。えー、あけましておめでとうございます。セヘポンマニパルセヨは覚えましたかえー、続きまして、こちらですね。えー、韓国語勉強ボットのテキストといたしまして、日めくりカレンダー。 2019、1月号、もうご購入された方もいらっしゃると思うのですが、明日から早速めくっていただきますので、明日は1月1日、曜日に関する内容になっていきます。まあ、これは特に解説しなくても、この後ろに文字は、よういる、曜日というのがずっと続いていきます。で 最初の一文字ずつがそれぞれ漢字語になっていまして日はいる月はおう、日はファーというふうにつながりますねで、えー、一応 P のパッチムの解説動画を作ってるんですけどもここには LL これがこっちへ引っ越ししていりいるウォーリョーいるおー それから、えー、木曜日は G のパッチムが引っ越ししますので、もう行いると。金曜日は M のパッチムが引っ越ししますので、組みをういるというふうになるんですね。明日はこれ、めくっていただいて覚えてください。